どうもこんにちは、めみやです。今日も、解説していきましょうか。約3戦ぐらい解説していきます。左側っすね。これがまず開幕パフェ済みで、相手が開幕 TSD、 基本的に TSD の方が早いんでパフェ間に合いませんでしたね。ここはシングルにして T スピンダブルにする感じ。相手穴の上が高いんで割と掘りにくそうだが、まあもう大丈夫ですよ。もう大したことないことになってるんで。しかし戦況的にはこっちが有利ですね。シングルからテトリスかな。テトリスで、ちょっと総裁外したいなーって思ってるけど、まあ少しだけ外して4列連築にしたけど種が揃ってないんで普通に行きますね。これはさあドネイトで、おーっと S ミノミスった。俺あの S ミノのミスちょっと痛いぞ。相手直列行ってるんでこれは不利、これで不利になりましたね。しかし置きミスが多発して一気に相手が不利になりましたね。しかしなんとか耐えてる。さあこれで直列までたどり着いちゃったんでちょっと決めきれなかったですね。ここからまたお互い仕切り直しかな。さあテトリス総裁外せ、おっと相手歩みのミスだ。さあ今度は冷静に刺していったけど、歩みの一回ミスるとやっぱりね、歩みの要求が必要量多くなっちゃうんで、やばい今日めっちゃ神々だな。はい、刺さってしまったと。これはねシングルから TSD になるやつ。あれシングルにすると TSD の先読みになってるんで強い。相手になんか5列連チック、5列連はさすがに強くないんで、まあ問題ないでしょう。STSD から掘りを見てるがしっかり掘れる。しかし相手も総裁当てる。ここは総裁外したいですね。総裁外してしっかり有利を取っていきたいが、相手も穴がいい上に地形もいい。さあ DT 掘組んできた。まあお互い形いいんで、まあこれはどっちが有利とかそんな感じではないですね、今。さあ4列にしてきた。これはちょっとしっかり総裁当てて、まあ念のためね。まあでも全然まだまだ。これは TSD の先読みだったが、ジェイミノのミスが痛い。これはどうでしょうね。その総裁が間に合わないとだいぶきつい。さあこれちょっと無理やり総裁合わせるためにフィン、ティースピンフィンという技です。しかしどうだこれは。まあ言うて相手もそんなに火力が作れそうな地形ではないので、まあ掘り切れるんじゃないかな。おっと S ミノミスった。大ミノミスってから S ミノミスった。これはきついか。粘ろうとするけどきついっすね。まあ、2回ミスったんで、2回ミスはさすがにきついかな。1回の置きミスならなんとかなるけど、連続でミスったんで、ちょっと厳しいです。TSD が来るが、穴が直列できてる。相手は1個だけばらけてます。その直列を利用して、連を組みに行ってますね。若干妥協して早めにチキン発火しました。しかしそれでも8連9連10連までつながるんでだいぶ強い。総裁外していくけど相手もしっかり総裁当ててきますね。さあおっとティーミノミスった。ティーミノミスってこれちょっとリカバリむずいぞ。さあなんとか耐えたけど、あ、これちょっとできるだけ積み込みながら
しっかり堀のルートを見ていきたいところで、歩みのまでいいですね。このエスミノの先読み、これは先読みなんで、いいですね。ティースピンの先読みにしていると。さあ、しかし苦しい、これ。まあ、できるだけちょっと、総裁を当てながら、掘っていきたいけど、どうでしょうね、これは。いや、穴場、きついな。さあ、テトリス来て、どうだ、これ。掘る。しかし、まだ、いい感じに、まあ、いい感じで掘ってるんで、大丈夫です。なんとか耐えれてる。けど、苦しいです。総裁外されてるをしっかりアイミノで総裁当てて、相手のあの連が強いけど、なんとか間に合った。BTB 付きの T スピンダブルだったんで、完全総裁でした。さあ、しっかり耐えて、これはヨシヒロ。テトリスからヨシヒロで、ヨシヒロ済みという技で、T スピンミニからシングルと。じゃない、T スピンダブルと。しっかりね、連続攻撃で強いです。先読みして、若干 T ミノ遠いけど、まあ、積み込める余裕はあるので、問題ないですね。さあ、これは有利になった。テトリス送って、T スピンダブル間に合わず。あと1手、大ミノが置けてれば、まだ T スピンダブル打てたんで、相手耐えれてました。まあでも結構あと1手間に合わないってことあるんで、まあ、その時間がね、重要なんですけどね。大きいんだけどね。あと1手って思ってても、そのあと1手っていうのがでかいんで。相手結構穴場行ってんで、これは有利。若干掘りにくそうなんで。まあ、こっちはしっかり軽く送りながら。どんどん T スピンダブルテトリスと。しかし相手あそこで T スピンダブル組んでる。耐え方うまいですね。おっと、でしかしティーミノミスったと。ティーミノミスって、大ミノもミスって、これは致命傷か。さすがに相手の耐え方良かったけど、まあ大きいミスが多発して、さすがにきつかったですね。リカバリー自体は良かったんですけど。はい、じゃあ次見ていきましょう。置きミスが連続で起きてしまうと、大体、ね、きつくなるんで。神リカバリーしてギリギリぐらいなんで、大体無理っす。さあ、これはまあ、連築に行くと思ったけど、途切れさせて BTB 系にしました。BTB 系の攻撃に切り替えた。これはどっちが有利だろう。ボブかな。相手も7連まで続くんで、相手も連アイミノまでつながるし、まあこれはゴブです。穴バラも来てて、さあどうだ、これは。TB ノで先読みで T スピンダブル。あ、大ミノミスった。この大ミノのミスは、まあ、少し時間かかったけど、まあ、そんな痛いミスじゃなかったんで、なんとかなりました。まあ、冷静に掘りながら、ちょっと下穴埋まってるのが気になるけど、相手どんどん火力を送ってきて、さあこれできるだけ地形よくしといてから打つ。ミライン消し挟んで総裁当てて、でこれで BTB ついてるんで、これも完全総裁で、しっかり穴バラを受けない立ち回りをしながら掘っていくと。穴バラで受ける立ち回りをしてると、どんどん不利になる。
ここは削って、どん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 掘っていきたいですね。あ、これで地形が良くなった。相手そこで無理やり T スピントリプル打とうとしたけど、まあそれは冷静に見て、総裁外して勝てるんですか。まあ、かなり無理やり感があったんで、まあそこはちゃんと見ながら、しっかり見て総裁外して勝っていくと。DT4 と TSG。あ、俺レンチ君でした。4列連っぽい形ですね、これは。さあ、ギリギリ刺さってしまった。相手もう一手間に合えば、まあ、これもそうですよね。あと一手間に合えば、全然いけたんですけど、あと一手間に合わないっていうことはやっぱり多いんで、そこが重要なんですよ。さあ、これは普通に、お互い、いい感じに火力を送ってますね。さあ、総裁の外し合い、激しい展開。さあ、これは、大美濃の先読みかな、やっぱり。これ先読みなんですよ。ジェミノで削って T スピンダブルになる。あれ強いんで、覚えておいた方がいい。しっかり大身をで先読みしながら、さあ刺さった。今のまあエルミノを刺せればまだ耐えれたかな。まあでも状況的に相当有利だったんで、おそらく刺せてたと思います。このままもし続いたとしても。じゃあ次見ていきましょうか。DT4 と TSG。 まあもう、もう何回も見てきた光景です。ちょっと連っぽくいって、これは続きそう。エルミノ、エスミノ、アイミノと、まあ、ここら辺ちょっと相手見ながら考えてみる。一回削ってシングルからダブル。で、ダブルダガー。このダブルダガーいいですね。しっかり相手見ながら、まあ、火力作って刺していくと。あ、凝視重要ですからね、なんだかんだ。テトリス。しっかり、総裁外すことで刺せると。闇雲に打ってもやっぱり、総裁当てられてね、耐えられちゃうだけなんで、しっかり、総裁を外すとこは外しましょう。これ相手がこれ露骨に待ってるんで、俺ちょっと連のルートを見てます。どういったらいいかなーってずっと考えて、いいルートが見つかったんで打ちました。まあこんな感じに。T スピン。今 BTB ついたテトリスだったんで、すごい強いですね。ああいう時は、時間がたっぷりあるんで、相手は総裁外すのを待ってるんで、何もできない状況なので、しっかりカシャカシャしながら考えるっていうのはありです。どう行くのがいいのかなって。考える時間はたっぷりあるんで。なんで総裁外されるっていう状況の時はもう、すぐ打たずに、まあ、できるだけ最善ルートを見るようにした方がいいです。まあそうするとね、あんな感じにうまく繋げて刺すことができるんで。まあという感じで、はい、お疲れ様でした。まあもしよろしければね、まあチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、ありがとうございました。